田中立愛吉、田中立愛吉、田中立愛吉、安政三年9月18日、1856年10月16日、から1952年、昭和27年5月21日は、日本の地球物理学者、東京帝国大学名誉教授、帝国学士院会員、文化勲章受賞者。安政三年、道の区国二古軍福岡。 現在の岩手県に古市の南部藩士の父、東蔵と、飲み会なり神社の娘である母、貴勢、木勢、旧姓、おぼないの長男として生まれた。田中立家は、不祖から、藩の兵法師範を務めていた家系で、愛吉のひいばばは、南部の赤穂浪士ともてはやされた、相馬大作、下留目秀之進の実施にあたる。文久2年、1862年、6歳の時に、母、 奇勢が病没、愛吉は泣きしきって過ごした。九歳の頃、下戸目郡七の武芸、実用流に入門、翌年に、福岡内に、合学校の霊成女王が開校されるとそこで文部を、治め、また、私学校の書いたスク社で学んだ。この頃の愛吉は、わんぱくな長期大将であったという、明治維新で両校が廃止されると、明治二年、1869年に心ならずも、 森岡に移り、南部藩の反抗作人間修文書に通い和官の書を収めた。修文書の同窓には、原隆と佐藤昇会が、後輩には、二戸稲造がいた。明治5年、1872年、昨日していた父、稲倉は、愛吉と弟の高四郎の教育のため、土地や家などを売り払い一家を引き連れて、東京の三田へ移住する。移動は、 徒歩や船での工程で1ヶ月半ほどを費やしての状況となった。同年9月、愛吉は慶応義塾に入学して英語を学んだ。翌明治6年1873年3月に福沢諭吉が義塾の学科を本来の学問を学ぶノリと間に合わせの学問を学ぶ変則に分け、慶応義塾の生息は高額な月謝となった。愛吉は 生息を選択するが、月謝3円は、イネグラにとって過大な負担となり、アイキツは9ヶ月学んだだけで退学することとなった。アイキツは次の進路を完備入学が可能な、後部大学校とした時期もあったが、物を作るための学問は下らないと考えを改めた。ア案の末、安価な月謝の東京改正学校への予備、教育課程として位置づけられた東京英語学校に進んだ。 同校では、日田小作から、理学思想を教授され、このことが、後年の理学を志す契機となったという。また、英国時に英語教師フェントンと行動を共にした。明治9年、1876年9月に、官立東京海星学校予科三級生へと進む。ここでは、山川健次郎から物理学を学んでいる。愛吉は未だ政治に関心を持ち進路を悩んでいたが、 山川は日本で遅れている理学の方を勉強せよと悟した。明治11年1878年9月前年に東京海正学校が改編され新たに発足したばかりの東京大学理学部本科の帝国大学理科大学に入学した。在学中は主任教授となった山川から引き続き物理学を学び菊池大六からは数学を学んだ。 また、カラは、数学、天文学、物理学、物理学実験、知識の観測を、メンデンホールカラは、力学、熱力学を学んだ。これらの恩師との出会いは相喫に、多大な影響を与えた。明治12年、1879年に、メンデンホールとユーイングによって、エジソンのホノグラフが、日本紹介された際には、その施策を行い音響や、 振動の解析を試みている。明治13年1880年には、面ホ法律による東京と富士山で実施された重力測定に従事した。翌明治14年1881年の夏から明治15年1882年にかけて、札幌、鹿児島、沖縄、小笠原諸島へ出向いて、地磁気を観測した。明治15年7月に、 東京大学理学部を第一期生として卒業、東京大学順序教授に就任する。同年9月に長岡半太郎が東京大学へ入学する。長岡は愛吉が使用していた寄宿舎に同室し、生活を共にした。明治16年1883年にユーイングが帰国した後は、公認のからも知事期の指導を受けた。愛吉はこの年に、 雲の糸を用いた電磁方位計、エレクトロマグネチック方位計を考案している。この方位計は従来の観測機器よりも時間をかけずに計測することができた。また、その論文は日本語学会報告書やロンドン王立協会誌においても掲載され、当時の世界で最も精度の高い方位計であると称えられたという。同年12月、福岡に帰っていた父、 イネグラの活腹自殺の法を受けて、秘境、同27日に東京大学助教授に就任する。明治20年、1887年の6月から10月にかけて、ノットの提案で、全国知事規測定が実施され、アイキツは、日本の南半及び、朝鮮半島南部の31カ所で観測を、行った。明治十一年、1888年一月、 文部省より、電気学及び磁気学習用として、イギリスのグラスゴー大学への留学を命ぜられる。グラスゴー大学では、ユーイングの旧市であったケルビン教に指示した。ケルビンから、多大な影響を受けたアイキツは、生涯にわたって、ケルビンを尊敬した。明治23年、1890年3月頃に、ヘルム・ホルツが教鞭を取っていたベルリン大学へ転学。 ここでは一年間にわたり電気学などを学んだ。明治二十四年1891年7月にアメリカ経由で帰国、7月22日付で東京帝国大学理科大学教授に就任し、翌月に理学博士の学位が授与された。日本に帰った愛吉は山川の任命により、教授職の傍ら翻訳委員として物理学教科書の翻訳に取り組んだ。 また、一般人のための通俗科学講演を開催し、ケルビンの教えのルフに努めた。明治24年10月に、脳尾地震が発生する。大学の命によりこの地震の激震地域の地磁気調査が任され、愛吉は現地へ赴いた。激震地域の近傍には、明治20年の全国地磁気測定の際の測定点があり、今回の調査は、 同地点での最測量によるデータ比較を意図したものであった。この調査では地震前後の地時期の変化が推定された。また、岐阜県のネオダニ断層を発見して世界に向けて発表し反響を巻き起こした。この調査経験を機に地震被害の軽減を目的とした観点から地震研究の必要性を訴え、菊池大六理科大学長と共に帝国議会へ 県議案を提示した。12月から翌明治25年、1892年1月にかけて長岡らともに中部地方の磁気採測量を実施した。愛吉らはこれらの調査結果から地震活動に伴い地場が変化した可能性が高いと発表した。同年には文部省内に震災予防調査会が設置され、7月に愛吉は委員となり、以降の地震や 火山活動の発生に際して調査や視察に参加して職責を果たした。また、明治33年1900年頃には当梅の共振系を制作している。この地震系は中央気象台などで試験的に使用された。明治36年1903年にはフランスのストラスブールで行われた万国地震学会議設立委員会に列席、副議長を務めた。 震災予防調査会では、愛喫らの地磁気調査を受けて、地震予知には地磁気の測定が必要不可欠なものという施策が打ち出され重要視された。これにより同調査会では、地磁気の研究も活発に行われることとなった。明治26年1893年から明治29年1896年。 にかけて、同調査会による日本全国の地磁気調査が実施される。この調査は愛吉が中心となって進められた。調査地は、富士山及び浅間山近傍フォッサマグナ沿線地域、北海道、本州北部、西日本、中国、九州に及んだ。この全国地磁気測量の結果は、明治37年、1904年に英文で発表された。 さらにアイキツは調査会において地磁気の時間変動による観測を提案した。これによりフランスからマスカール式磁気磁力計を4台購入することとなる。明治26年から明治30年、1897年にかけて名古屋、愛知県人情市販学校内に設置、愛知県名古屋速攻所に観測委託と仙台、第二高等中学校に、 高温観測室が設けられ、この磁力計を用いた連続観測が始められた。後に、根室、根室速攻所と熊本、第五高等学校においても、マスカール式磁気磁力計による観測が開始された。明治27年、1894年3月、万国速地学協会の委員に任命された。国際観測事業として、 世界の北緯39度8部地点の6カ所に観測所が設置されることとなり、日本がそのうちの一つに選ばれる。愛吉は調査の上、岩手県水卓の地を選定し、明治32年1899年9月に井戸観測所、現在の国立天文台水卓 VLBI 観測所として設立された。所長には教え子の木村久志が就任した。 明治35年、1902年、地球磁力の国際同時特別観測が国際的に実施された際には、愛吉と長岡の主導により、京都市上鴨に臨時の観測所が設けられ、名古屋よりマスカール式磁気磁力計を移設して1年間にわたる観測が行われた。明治37年1月、上鴨臨時磁気観測所は震災予防調査会によって、 落北神鴨地磁気観測所として正式に設置された。前年にデンマークのコペンハーゲンで開催されたバ万ク即地学協会第14回総会では地磁気脈動、ジョマグネティックプルセションや磁気嵐、マグネチックストームの急止、サデンチョメンスメントが問題となっており、アイキツは落北神鴨地磁気観測所においてこれらの観測を目指した。観測は マスカール式磁力計の早回しにより行われたが、マスカール式磁力計の感度の不足や、長すぎた時定数の設定などにより、この観測は失敗に終わった。明治43年、1910年、マスカール式磁力計の不備を補うべく連続、早回し磁気磁力計を製作する。愛吉はこの磁力計を、三浦半島の三崎油壺にある、 東京帝国大学理科大学の臨海実験所の近くに設置する。この磁力計の設置により、日本初となる短周期の地磁気変動の観測がもたらされた。大正3年、1914年4月には、文部省即地学委員会の委員長に就任した。過去の調査、研究との関わりから軍部との関係も深まり、明治37年の日露戦争開戦期からは、 アイキツとリック海軍との共同調査、研究がより緊密となった。日露戦争期のアイキツは海軍水路部が担当した地時期測量で初頭からその指導の中心的な役割を果たした。また陸軍からは旅順高位戦時に敵上視察のための軽流気球の製作を依頼される。これがアイキツと航空研究の出会いとなった。アイキツは 中野の陸軍で遠心隊内に新たに設置された気球班で気球研究をはじめ陸軍方向学校教官を兼務していた藤沢力太郎を経て政作及び運用法を指導た気球の政作は難航するが試行錯誤の末に完成させその気球は旅順船で使用されたこの功績により従軍気象勲章と賞金が可視された明治十九年 1906年9月に帝国学士院会員となる。明治40年1907年8月にパリで開かれた国際土壌構想会に出席する。この場でフランスはラ・パトリーと名付けた飛行船を会場の上に飛行さ、それを見たアイキツは衝撃を受けた。また、英国の研究者から航空力学の本がアイキツに寄贈された。 これらによりアイキツは航空研究を一層を深めることとなった。会議後のアイキツは国際会議に参加するたびに欧州各国の航空研究事情を調べて回り、航空条約会議に出席するなどして情報の収集に努めた。翌明治41年、1908年、帰国したアイキツは日本で初となる風洞を大学の研究室に作成した。この風洞には、 長持ちが用いられた。愛吉は長持ちの2箇所に穴を開け一方の穴から他方の穴へ向けて風を送り、中に模型を吊るして長持ちの側面に設けたガラス窓からその様子を観測した。明治42年1909年7月航空研究に関心を持つ陸海軍が田中建の研究室を訪問したことが契機となり陸海軍の共同で 臨時軍用気球研究会が創設される。研究会に招請を受けた愛吉は委員となって関与し、飛行機の買い付けのため欧州をめぐった。この頃、陸軍から助成費を受けて、プロペーラによる気流格乱の研究を行っている。同年12月、中日フランス大使館副部官の愛原志郎海軍隊員によるグライダー政作に協力、同期は上野の忍ばず地範で、 有人飛行に成功し、動力がないとはいえ、日本で最初の近代的航空機となった。臨時軍用気球研究会は研究施設として、飛行場用地の獲得を求めた。愛吉はこのための調査を行い複数の広報地の中から埼玉県の所沢町を選出して進めた。これにより、明治43年、1910年4月に、 臨時軍用気球研究会所沢試験場が開設された。これが日本で最初の飛行場である。同月には航空事業を視察するため欧州への出張を命ぜられている。大正4年1915年、貴族院の有志に対して航空機の発達及び研究状況を講演し、11月には航空機講話を発行して世間の人々に対しても 試験のルフに勤めた。大正5年、1916年10月7日、東京の小石川植物園で各界の著名人300人を招いた教授在職25周年祝賀会が盛大に営まれた。寺田寅彦は、三崎油壺で愛吉の作った磁力計により観測された地磁気脈度を解析し、この場でその論文を愛吉に進呈した。また、画家、 中村常により描かれた計三尺を手にする愛吉の肖像画が送られ、山川健次郎らの祝辞に続いて愛吉は当時し、同日に大学へ辞表を提出したことを打ち明け、辞職に対する同意を求めた。愛吉は還暦を迎える年であった。山川ら周囲は遺留に努めたものの愛吉の意思は固かった。山川は、 航空研究所が将来に設立された時は愛吉がその本館となる理学部では辞職後講師を務める面間発令は少し後になることを条件として愛吉の辞職を受諾した。愛吉は同年に無講用師として下留秀蔵、火山学者を席に入れており、この辞職により講師とも更新に道を譲る形となった。愛吉はこの辞職受諾をとても喜び、 ローマ字運動に先進できると活気づいた。そのあまりの嬉しさのためか、興奮して自転車の運転が荒くなり、転んで大腿骨を骨折した。翌大正六年、1917年4月にがん面間の事例が交付される。当時は定年退職の決まりは、ほとんどなく、東京邸大でも、その議論が行われたが導入には至っていなかった。しかし、 愛吉キツの退職の反響は大きく、その後の60歳定年制のできるきっかけとなった。同年6月22日、東京帝国大学名誉教授となる。愛吉キツはこれを喜んで受け入れた。愛吉キツの教え子としては、長岡半太郎、中村誠二、本田光太郎、木村久志、田丸拓郎、寺田寅彦などがいる。文化から優秀な更進を輩出した愛キツは、 種まき沖縄や、花坂家の沖縄と称された。大正5年に、東京帝国大学工科大学内に、航空に関する基礎研究機関設立を目的とした、航空学調査委員会が、山川健次郎東京帝国大学総長によって、設置される。委員会には、東京帝大の6人の博士が所属し、愛吉が委員長を務めた。委員会での議論を経て、 寺田虎彦や愛吉の主導により、大正7年、1918年4月に、東京市深川区越中島の埋め立て地に、航空機の元的学理の研究を目的とした、東京帝国大学附属航空研究所、航空券が設置された。愛吉は顧問に就任し航空研究と、本格的に関わっていく。初期の航空研究所には、航空学科の教官や理科大学の、 航空物理学講座担当の教官が所員となり、寺田、田丸拓郎、本田幸太郎らが所属して、研究にいそしんだ。第一次世界大戦で航空機が、活躍しその軍事的な意義が認知されると、日本政府は、大正10年、1921年から、航空研究施設の拡充を五カ年計画により、図ることとなる。これを受けた、山川健次郎総長の講演により、 同年に大学附属研究所から大学府知研究所へと解消され、研究所は独立した歓声を持つこととなり、その性格を改めた。府知研究所となってからは、研究成果の実用化を図るべく、陸海軍のスケイ官、または技士からも所員に任命された。愛吉は国際航空連盟の会合に毎回出席して、研究成果を発表した。昭和3年、 1928年1月には航空事業の発展に対してフランス政府からレジオンドヌール勲章が贈られた。また、大正14年1925年10月から昭和22年1947年5月まで貴族院議員、カド学士院会員議員を3期22年間に渡り務めた。1930年代には 高松の宮信人新王、昭和天皇、伏見宮広安王などの皇族が相次いで航空圏に訪れたことに見られるように国家からも相当の期待を受けた。また、愛吉は昭和8年1933年のご公書誌で航空発達史の概要を進行している。このような期待のもと和田孤六所長の主導により長距離機の製作が計画され、 航空券の岩本周平が設計し、木村秀正によって製作された、航空機は昭和13年、1938年に、航続距離記録の世界記録を樹立した。その後も航空券は、陸軍戦略爆撃機器 -74 の元となった A-26 長距離機、県3機、項2、露式、B 型試作項高度研究機などの試作に関わった。 昭和19年、1944年1月には、日本航空発達への貢献に対して、昭和18年、1943年度の朝日賞が愛喫に受賞され、4月には、地球物理学及び航空学の功績により、文化勲章が受賞された。第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部により、航空禁止令が発令され、昭和21年、 1946年1月9日に航空券は廃止された。後に日本の独立により航空に関する学理及びその応用研究を行うことを目的とした航空研究所が新たに設立されたが、愛きの没後の昭和33年、1958年まで時を要した。メートル法は18世紀末期、フランス革命の頃に フランスで考案された。フランス政府によりその国際化が推し進められ、明治8年1875年5月20日にパリでメートル条約が成立し、日本は明治18年1885年にこれに加盟した。日本がメートル条約によって設立された理事機関の国際度行為委員会に席を獲得したのは、 条約加盟から22年後の明治40年、1907年のことで、最初のアジア代表上設委員としてアイキツが任命された。アイキツは明治40年以来1年を機に、パリへ訪れて、4回の総会と5回の委員会に出席を重ね、関係各所にメートル法の導入をといて回った。大正10年、1921年に帝国議会において、 土壌工法の改正法案が通過し、メートル法を基本とする法律となったが、それまでの借款法も使われ続けた。愛吉はその後もメートル法普及のための啓蒙的な講演活動などを続けた。日本の計量法においてメートル法が完全に施行されたのは昭和34年、1959年のことである。明治17年、1884年。 山川健次郎ら海外留学経験のある東大教授らが中心となって英語の発音に準拠したヘボン式ローマ字表記を推進するローマ学会が発足する。ところが過去にアイキツが東大の生徒だった時、ユーイングがホノグラフにヘボン式で書いた日本語を逆さ読みにしたものを記録し、これを逆回しで再生して解析する日本語の音韻の研究を行っていい。 これによりアイキツはヘボン式の表記法に疑問を持つようになる。明治18年、1885年にアイキツは理学協会雑誌にヘボン式の使用に反対する意見を発表。発音校を表した後、12月に音音学楽の観点から50音図に基づいた日本式綴りを考案し総会に対案として提出した。これは帝国大学の弟子で、 物理学者の田丸る拓郎によって日本式ローマ字名付けられた。翌明治19年1886年、アイキツラにより日本式ローマ字の月刊誌、ローマ字新紙」を発行するため、ローマアザ新誌社が結成された。明治42年1909年には、アイキツ、ハガヤイチ、タマルによりローマアザ新誌社を母体とする日本のローマ字社が設立。 明治四十三年、1910年6月に、ローマ字新聞を創刊。明治四十四年、1911年7月に、ローマ字世界を創刊。大正十年、1921年に、日本ローマ字界を創立するなどの活動を続け、弟子のたまるや寺田と共に、その普及に努めた。また、国語国字問題では、世界に日本語を広めるには、どうしても、世界の文字なる。 ローマ字でなければはかどらぬとローマ字論を唱えた。愛吉は若い頃から和歌をたしなんでいたが、昭和9年、1934年までに読まれた和歌453種のうち、ローマ字で読まれた和歌は半数を超える。昭和5年、1930年11月、文部省臨時ローマ字調査会委員に就任する。昭和12年、1937年、日本政府は、 日本式ローマ字をもとに、これに若干の改変を加えた訓令式を採用し、内閣訓令第三号として交付した。しかし終戦後の昭和20年、日本占領軍司令官、ダグラス・マッカーサーの命令により、ヘボン式の使用が復活された。アイキツは、貴族院でローマ字国字論の演説を行うことで有名で、 貴族院最後の登壇でもローマ字に関する演説を行った。昭和23年1948年8月には字は移るを刊行したが、その記載はローマ字と漢字かな柿の兵器であった。メモや家族の手紙などもほとんどをローマ字で記載し、共に推進したタマルの母妃には愛吉がローマ字で記号した。ある時は航空に関する講演以来で、 ローマ字に関する話題を入れないよう要請されたが、アイキツは即座に断ったというほどの徹底ぶりだった。5月20日は1955年、昭和30年に、ローマ字の日に制定されているが、アイキツの命日を1日ずらして20日としたものが、その由来であるとも言われている。アイキツは生涯で22回に及ぶ外遊をし、また、68回の国際会議に出席した。 国際土寮公会議や国際航空会議の場で同席し、アイキツと交流のあったシャルル・エドアル・ギオムは地球には二つの衛星がある。一つはもちろん月であるが、もう一つは日本の田中達博士である。彼は毎年一回地球を回ってやってくるのだと評した。アイキツの海外出張は教授時代から行われていたが、多くの出張は教授職体官後の大正七年。 1918年から昭和7年、1932年の62歳から79歳の時に集中する。大正11年、1922年、国際連盟により、ニトベイ造ゾ事務局次長が事務を受け持つ、国際連盟知的協力委員会が設立された。委員会には、各国から12名の有識者が選出された。愛吉も、昭和2年、 1927年から昭和8年、1933年まで同委員として出席し、マリキュリー、アルベルト・アインシュタインらと同席した。国際連盟知的協力委員会は戦後発足したユネスコへと受け継がれた。また、アイキツは、バンコク議員会議、バンコク即地学協会、バンコク地震学会、バンコク土壌校会議、国際学術研究会議、 地球物理学国際会議、航空連盟会議など様々な国際会議に精力的に参加した。これらの出席で外国人と親睦を深めた愛媛は学術的外交官と称された。昭和27年1952年5月21日、東京都世田谷区共同の自宅で死去95歳7ヶ月の天寿を全うした。葬儀は 初の日本学士院奏として東京大学安田講堂で営まれた。6月に遺骨が故郷の福岡町に送られると沿道は町民であふれたという。福岡町でも福岡中学校校庭で町葬が行われ2000人を超える人々が臨席した。福岡の愛吉の墓には日本式ローマ字で母名が刻まれている。関津とむは発見した小惑星に 愛吉の弟子の木村久しからは、木村、その師匠の愛吉からは、田中立と両者の姓を冠した名前を受けている。このほか、京里にあるにコしシビックセンターには、田中立愛吉記念科学館が併設されている。1999年、平成11年開館。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。